夢の島公園は東京都江東区無の島にある東京都立のスポーツ公園である。1957年から1967年までゴミの最終処分場であった東京港埋め立て地無の島を整備して作られた。1978年に開園。樹木の多い園内無の島北西部の大部分を占める公園で、 敷地面積433,212.23平方メートルに及ぶ大規模公園である。園内は南北に貫く、明治通りを挟んで西側と東側に分かれる。この間は、なぎさ橋、鴨も橋という二つの立橋によって接続している。ユーカリ、フサーカシア、秋にれ、マテバシー、クスノキなどの樹木が多数植えられている。 高木は1300本、低木は11700平方メートルもあり、敷地内の約11%は芝生となっている。当初は上野動物園での小荒らし育のため、ユーカリを生産する必要があったためユーカリ畑があったが、現在はその役目を終えている。園内のユーカリ樹はその時の名残で、日本最大のユーカリ林が見られる。園内には、 陸上競技場などのスポーツ施設がある。他に、バーベキュー広場があり、宿泊機能を備えた総合スポーツ、文化施設、バン、東京スポーツ文化館、熱帯植物園等様々な人気施設がある。また、夢の島近くの最終処分場に、放棄されていた第五福竜丸の展示館があり、減水爆による惨事が再び起こらないよう願う趣旨で展示されており、 多くの人が訪れる。さらには、島の北岸を利用したマリーナ、東京夢の島マリーナがあり、東公園は、スポーツや憩いに加え文化、教育的要素のある、東京港内の一大行楽エリアとなっている。指定管理者制度により、日どか団など6の民間企業からなる、アメニス夢の島グループが、管理運用を行っている。赤旗祭りは、 公園とその園内施設を借り切って行われる。江東区無の島総合運動場は、江東区が管理するエリアとなり、江東区により別の管理運営者が指定されている。また東京夢の島マリーナも、夢の島会の駅として、別の指定管理者により運営されている。特記内施設所在地は、東京都江東区無の島2丁目1番2号である。西側部分東側部分 JR。 新木場駅と夢の島公園南側は、新木場駅以外に第一貯木場を取り囲む木材工場、倉庫街となっており、民家や商店街は見当たらず、北、西方向は運河により隔てられている。こうした立地条件から騒音など地域住民に与える影響を特別に考慮する必要がなく、音楽系イベントを開催しやすい土地として選ばれてきた。 ありがとうございます。